皆さんおはようございます。このお家で、動画撮るのすごい久しぶりだと思うんですけど、こんな感じでお家がめちゃくちゃ荒れています。こういう作業を最近めちゃくちゃしていまして、荷物を全体的にねこの部屋に集めてって全部ねあの家具とかあの空っぽに今中身してる状態です。はい、でやっと新居の鍵が届きました。嬉しい、本当に嬉しい。もうずっと待ってて、今日はね皆さんと一緒に新居に行きたいと思います。めっちゃ楽しみで、ちょっとねいろいろあの測れてない場所っていうのがあったので、ちょっとセンチ測ったりとかしていろいろねやろうと思います。最近コスメはもうこの中に入ってるものだけを使うようにしてて、あとは全部もうまとめてあるんですよ。そうだから今日はねこのメイクポーチでメイクしていきます。ちょっとスキンケアからやっていきたいと思います。はい、こちらがリセチカの RR モイストベールウォータージェルです。このねリセチカが国産の歯科ケアなんですよ。今ねなんかすごい歯科ケアって流行ってて、韓国のものがまあ大体だと思うんですけど、そうこれはね国産の歯科ケアアイテムです。ちょっとこれ塗っていきますね。歯科って何っていう人もいると思うんですけど、歯科ってツボクサのことなんですけど、で私ねツボクサについてどんな効果があるのかなと思っていろいろねちょっと調べてみたんですよ。そしたらすごい面白くてちょっと紹介しますね。ツボクサは皮膚修復効果から昔から火傷や傷なんかの治療に使われてた薬草で、日本でいうところのドクダミとかアロエとかそんな感じのものですね。でこのツボクサの言い伝えがあって、これがねすごい面白いなと思ったんだけど、野生のトラが傷ついた時にツボクサに体をねこすりつけてるのを見てツボクサの効能がね知られたっていう伝説があるらしいです。面白くないですか？こういうね伝説系がすごい私好きでいろいろねちょっと調べちゃうんですけど、あとね2000年前の中国の本にもねツボクサが載ってたり、インドとか中国ではお茶にして飲んだりするみたいで、若返りのハーブと呼ばれているみたいです。で最近ねあの欧米の研究にも使われていて、このツボクサが面白くない？すごいなと思って、まあ、すごいねいろんな可能性を秘めているツボクサなんですけど、この歯科成分っていうのが私すごい個人的にね肌に合うなっていう風に感じていて、いろんなね韓国のアイテム使ってるんですけど、多分動画とかでもね見たこと皆さんあると思うんですが、国産のアイテムがね出てるって私全然知らなくって、今回ねリセチカさんからリセチカのこのシリーズを全ていただいて使ってるんですけど、めちゃくちゃ良くて最近ねすごい気に入って使ってます。このジェルはお肌をね乾燥から守る高保水保湿力のみずみずしいジェルです。このリセチカは独自の製法で界面活性剤がフリーになっています。この他にも6つのフリーで敏感肌を考慮した設計になっています。このウォータージェルはさっぱり仕上げたい人はこれ1本で OK です。で次がこれがね私めっちゃ気に入ってるんですけど、これが RR モイストベールミスト、オイルリッチな感じのミストになっているんですよ。髪から全身にね使えるミストになっていて、乾燥が気になった時のメイクのお直しとしても使えます。なんかね私はすごいオイルが好きなので、このオイルが入っているような潤い感というか使い心地がねめちゃくちゃ好みで気に入ってます。お風呂上がりとか本当にねこれ顔面にシュ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 ってやるだけでいいのでめっちゃ気に入ってるんですよ。ちょっとメイク前なのでこのまぶたの周りアイテープ塗るのでちょっと避けて広い面にスプレーして塗っていきますね。お風呂上がりは気にせずにもうバサバサバサってかけてるんですけど、メイク前はちょっとね部分的に塗ります。もう本当にねこの塗り心地、これね化粧水なんですけど本当にね塗った後がなんかクリーム塗ったような、もうすごいねなんかねもっちりって感じのお肌になります。で次がこちら、これが RR モーストベールクリーム、これねめっちゃおすすめです。マジでこれめっちゃいい。
これを塗って寝ると次の日の朝もう本当にね、油分で顔がめっちゃピカピカ光ってるの。初めて使った時に本当にびっくりしたぐらい。だいたいね、朝起きるとなんかお肌が、まあ、乾燥してたりだとか、お肌にね、もうツヤがなくなっちゃってたりするじゃないですか。これはね、美容成分がたっぷりのすごくね、こっくりしたクリームで、朝起きるのがすっごく楽しみになるクリームです。これね、初めて使った時にこんなにね、こっくりしたクリームがね、ポンプで出てくるのって感心してしまったんですけど、爪がね、長いためからするとすごく嬉しいです。今はね、もう何もしてないんですけど、大体私すごいロングのネイルをいつもしてるので、クリーム塗る時とかなんかね、裏にね結構入り込んじゃって、ジャータイプだとこういうポンプタイプはすごい嬉しいですね。使いやすいです。このクリームはね、本当にめっちゃおすすめです。メイク前なので少量だけ少し塗っておきます。モイストベール UV エッセンスです。これがね、結構すごくて、水とか汗で落ちにくいスペシャルウォータープルーフ仕様になっています。で、これもね、すごいチューブで使いやすいんですけど、肌にのせるとあのね、ピタッと本当にね、密着してる感じが感じられます。本当にこの日焼け止めがね、マックスなので、朝用のね、乳液として使ったりだとか、メイク下地でもいいし、これからのね、季節スポーツする人とかアウトドアとかにもね、すごくいいと思います。これね、ノーカラータイプなのでマスクにもつかないし、タオルにもつかないので、気にせずね、使えるかなと思います。こんな感じで、なんかね、もう本当にね、お肌ツヤツヤです。マジで使い出してからお肌の調子も本当に良くて、めっちゃいいんだよね。もうお肌のね、ツヤ感がね、全然違います。で、今使ったね、この4つ全てが入っているトライアルキットっていうのもあるので、気になった人はね、ぜひぜひトライアルキットね、試してみてください。トライアルセットはね、最低でも1週間使えるぐらいの量が入っています。ではサクサクっとね、メイクしていきたいと思います。ファンデーションはシュウエムラのラスティングフルイドを使っていきます。ちなみに色は664番と554番です。このね、リセチカのスキンケアを使ってファンデーション塗ってたので、めっちゃ綺麗、本当にツヤが綺麗です。ブレーティーフェイスパウダーはイニスフリーのポアブラーパウダーです。フェイスブラシはこのジューシーのね、大きいやつ使ってます。本当にね、このフェイスパウダーもお肌がふんわりした感じに仕上がってくれます。で、おでこも前髪が油分で、本当に前髪がね、油分を吸って前髪がペタペタになるのでちゃんとセットします。はい、 OK。 そしたらこのピクシーのパレットでノーズシャドウを入れていきます。最近ノーズシャドウを最初に入れるようにしてます。っていうのも、この眉頭のところ、ここね、まずパウダーでめっちゃ埋めて、くっつけながらもノーズシャドウをこうやって最近入れてってます。キャンメイクのミックスアイブロウの04番を使ってます。この真ん中の色、カーキグレーみたいな色で、まずは眉頭で、ここの黒でブラシにとって、ここら辺から黒を重ねて、ちょいとグラデーションで、そしたらペンシル、カラーポップの眉尻はほんとシャキシャキがいいので、私は黒いパウダーを取ってセットしつつ、ちょっと立ちます。
アイシャドウはこの3コンセプトアイズのトリプルシャドウのデインティーテイスティーかな、まあここのね端っこ使ってます。そしてこのシャネルのレイキャトルオンブルのここの色、この色を取って際にのせていきます。こちらですね、長年愛用しているナーズのアイライナー、これは古いやつでラージアンザライフの方なんですけど、使い切ったので昨日ね新しいの買いました。でこれは普通のハイピグメントロングウェアアイライナーの方ですね。もうさ、使い切ったのをなんか無理くり使ってて、無理くり粘膜に押し当てて使ってたんですよマジで目が痛いったらありゃしなくて、やっと変えて本当にハピハピです。マスカラはいつも通りなのでちょっとカットか早送りしちゃうと思います。シェーディングしていきます。これフィッシャンズフォーミュラのバターブロンザーですね。あ、これライトの方かな。チークはブルジョワの92番サンダルウッドっていう色を使っていきます。で最近フェイスミストがこのエスプリークのメイクフレッシュミストを使ってるんですけど、中身がねもうない。ハイライトはこのベッド&ワイルドのメガグローの321番プレシャスペタルズっていうやつです。であとこの目の下、最近はここだけです。おでこは正直見えないので入れてません最近。はい、こんな感じで準備ができました。あとはリップ塗って着替えてお家出るだけです。じゃあ早速ね新居に向かいたいと思います。レッツゴー。はい、ということで新居に着きました。嬉しい。ここがキッチンになるんですけど、動画のね撮影をしたかったのでやっぱりカウンターキッチンを選んだんですよ。こんな感じでこのキッチンの作業風景が映しやすくなりました。はい、なんかキッチンとかもやっぱこのカウンターでオープンキッチンになっているので、昼間でもすごい日が当たって明るくて電気つけなくていいのがいいなと思うし、マジで腹減ってるのでお腹空いてるので買ってきたのでご飯食べます。で今回このお家暗めな感じになってるんですね、ドアが全体的に。食器棚はこの色に合わせた色を買いました。お弁当買ってきました。いただきます。デザートも買っちゃった。やっぱ外で買うとさ買っちゃうよね。うん、本当に日当たりがいい、気持ちいい。この後ろの部屋が撮影部屋になる予定なんですけど、うん、めっちゃ日当たり良くない？ちなみに場所はここになる予定です。そしてバスルームですね。こちらがバスルームです。じゃじゃーん。ここもさ見て、窓があるから日が当たるんですよ、ちゃんと。なんて最高なの。こんな感じになっています。広い。ここでゲットレディーウィズミーとか撮っちゃったりとかして、ほんと最高すぎるんですけど。ちなみに今日のリップはフーダビューティーのボードミーティングです。はい、ということで今回は新居のまだこのお家が、まあ、Wi-Fi だったりとか、まあ、そういう環境がまだ整ってないので、まあ、少しずつ引っ越ししつつで、動画もねこのお家に切り替わる、完全に切り替わるのはもうちょっと先かなって思うので、
まあ、こっちの動画とあっちのいろんなお家の動画が多分ミックスで流れると思います。最終的にはねこちらのお家になるのでよろしくお願いします。今回ね紹介したスキンケアのリセチカは Amazon とか楽天店舗だとロフトとか東急ハンズあとねショップインとかでも購入することができます。概要欄にね買えるお店詳しく載せておくのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。これから採寸します。